皆様、お久しぶりでございます。そしてまず、大変申し訳ございませんでした。何の告知もないまま1ヶ月以上にわたり、動画の更新をしておりませんでした。正直に申し上げます。体は健康です。病気とかではございません。ただプライベートの方で色々とあり、メンタル、精神的な面で、全くやる気が出ない何もしたくない。そんな状態でただただ甘えで更新してませんでした。こんなチャンネルの状態でも、まだ心配して優しいコメントをくれる視聴者様がいるのに、無言で更新止まってしまっていたこと、改めて、本当に本当に大変申し訳ございませんでした。時間経過とこういった皆様の温かいコメントのおかげでまた動画投稿したいな、と思えるようになりました。本当にありがとう。ということで本日からまた精力的に動画の更新、頑張っていこうと思います。ショートも増やす形になるかと思いますが、可能な範囲で更新頻度上げていきます。また、コメントで何件か、破産した、お金的にもう続けられない、といった類のご心配もいただいていたのですが、悪運が強いと言いますが、主ビットコインとかに6年前とかから結構投資をしてまして、そのおかげでお金的な心配はしばらく大丈夫な現状です。なので無職暇人ニート継続動画制作の時間はたっぷり。つきましては、まずこんな状態でも残ってくれている視聴者様を一番に大事に、再生数とかはあまり気にせずに昔ながらの主チャンネル感のある動画の更新と、そしてコメントの返信、動画投稿から2日目ぐらいまでのコメントには基本的にお返事かハートマークで読んだよ、の対応。していこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。あ、さすがに悪口とかはスルーしてさらっと消しますけども。それではそろそろ本日の動画。復帰一発目は帰ってきたお人形ちゃん。444回目のただいまに新作が来ましたので、前と変わらずこちら、実況していきますので、お楽しみいただけますと幸いです。お人形ちゃんがパワーアップして帰ってきたよー。イエーイ。いやーまさか、444回目のただいま、新作が出るとは予想外。一応ホラゲーだよ、全員ニッコニコ草。ちなみに前作のリリースが2015年の8月だったらしいので。実に丸9年ぶりの新作、熱い。ちなみに前作は図鑑やアイテムすべてコンプ、遊び尽くしてます我々。それじゃあ早速やっていきますか。まずはオープニングから。ここだけ見やすく大画面で。オープニングは前作と一緒か?と思って比較してみたら、ここも完全新しくなってました。お人形ちゃんより、この絵のがちょっとホラー怖いんだが。うん、お人形ちゃんは可愛い。あれ、前作は確かプレゼントとしてある少女の元に来たお人形だったが。今回はもともと家にいたと。設定的にはお人形ちゃんが別の家に行った感じかな。ちょっとね、その辺の考察はまた今度、前作の映像とか色々見て調べてみます。流れ的には一緒ね。最初は夢中で可愛がって遊んでたけど、その後は飽きてほったらかし。だな、にしてもワクワクだぜマジで、今回はお人形ちゃんどんな進化してくれるのかしら。捨てちゃうんだよね。はい、こっからただいまの始まり。おし、じゃあ遊んでいきます家族、444回目のただいま。おそらく、操作やゲーム進行の大まかな流れは変わらないと思うけども、一応、チュートリアルをちゃんと確認。そのままじゃお人形ちゃんパワーで捨てることができないので、まずはお祓いアイテムで体力を削る。お祓いアイテムは隣のお部屋に時間経過でどんどん出現。これもある意味ホラーだけどね。確かにな。ちなみにこれ、前作の背景なのでやっぱ家は違う家で確定っぽいわね。そしてこれは嬉しい変更。広告の視聴で引けるくじ引き。コレクションアイテムだったり、ゲームを進めるのに役立つアイテムがゲット可能。これが前作までは30秒の広告を見て1回しか引けなかったんだけども。今作から3回に変更。嬉しい改善。グローバルギアさん、ありがとう。さあラスト3回目アイテム。呪物コレクションっていうみたいです。呪物にはこんな効果もあるみたい。たくさん集めれば集めるほど、お人形の帰宅が早くなる仕様。確か前作はただただコレクションだけで何の効果もなかったはずなので、さすが新作、いろいろ良くなってる。それじゃあ早速、1回目の捨てからのただいま、見ていきましょう。まだ捨てられるのはゴミ捨て場だけ。そしてまさかのこれ笑っちゃった、呪物コレクション流れでミラクル。呪物つながりで呪術回戦の広告出るとかいう奇跡。それじゃあ1回目のただいまです。お人形ちゃん迷わず帰ってこれました。だから一応ホラーよこれ。さあ皆様注目、記念すべき一発目の変化。お人形自体はあまり変化が見られなかったが、まさか傍らにあったバラバラのは。大好きなぬいぐるみ、バラバラにあったあのクマちゃんだ。
ホラー感、出てきました。ちょっと怖いぞ。まさかのお人形さんと遊ばなくなったきっかけのクマちゃん、ボロボロ破壊。新作はまさかの、自分だけの変化じゃなくて外部に危害を加えるパターンもあると判明しました。こうなってくると、どっかで主人公が襲われる展開もありえてくるな。はい、ちょっと予想外怖かったからのここで新作の嬉しい追加要素。背景チェンジ機能、つきました。これは嬉しいな、気分転換。ってことで今後、背景ゲットしたらちょくちょく変えていきます。お、夕暮れ部屋になった。それじゃあ続き、こっからはテンポよくどんどんお人形ちゃんただいましていくぞ。はい、2回目のただいま。さあ女の子のお気に入りクマちゃんぶっ壊しからのどうなっちゃう？あれ、目が黒くなった、だけ？日記の内容は？これはあれだな、新しい捨て場のパターン。そうね、内容的にマンホールの中とか？ってまさかの自販機のゴミ箱。少女よ、そこは瓶とかペットボトルしか捨てちゃダメなんだぞ。まあでもね、お人形は勝手に抜け出して戻ってくるので実質捨ててない？確かに。それじゃあお人形ちゃん3回目のただいまからの変化タイム。もちろん今回も444回までやる気でございます。おお、一気にホラー感倍増。顔も怖いが、エグいですボディ。マジだ顔ばっかに目が行ってたけど体の方がカオスでございます。そして新事実発覚、オープニングでもともと家にあったと判明したお人形。お母さんはお人形が嫌い。母親も知らぬ間に、うちの中に入り込んでいたのか？てっきり母親は家にあるのを認識していたと思ってたが。ちなみに前作では誕生日プレゼントとして、前作主人公の少女の元に来たお人形でした。おっと、そういえばここで4回目のただいまなので、数字、注目です。やはり、前作同様4は色が、記念すべき最初の4、どうなる？いや、色々色ちょっと進化のギアが上がってきたな。まだたったの4回でこれ、最後の方はどうなっちゃうことやら。え？え？何事？これはもしや。はい、やはりやり込み要素の1個、怪奇現象でした。前作、怪奇現象の1個が出現しなすぎてコンプまで鬼苦労した思い出。今作はサクッと全部出ることを願いつつ、進めたいと思います。はい、これで5回目の進化ー。お人形ちゃんスナスナの実でも食った？スナスナとほぼ一致で草。食ったなこれ、お人形ちゃんただいまの途中で食ったなスナスナの実。日記でもやはり、砂に埋められてたとパッと見の印象は間違っていなかった。スナスナのお人形ちゃん爆誕でした。これで新しい捨て場、公園の砂場解放と。スナスナからのお次は？まあ過去の傾向を踏まえるとここで一気に砂要素は完全に消えると予想。あ、やっぱ。なんかお顔に文字かな？いろいろ書いてあるわね。はい、今回は変化よりもこっちのが怖いパターンでした。日記の内容。お人形をバカにしたお友達、漏れなく不幸が。新しい捨て場で拾ってくるアイテムコレクションもしっかり収集しつつ。どんどん行きますよ。これで7回目だな。出たー。今作はボディチェンジがエグいぞ。お顔は逆に綺麗になったけど。で、お友達たちもまさかの、気づいてるしこのお人形のヤバさ。はい、このまま8回目のただいま。おそらく、このお手手はすぐになくなっちゃうでしょう。はい、安定のね。お人形ちゃん進化の特徴、ホラー感増したり減ったり。おまわりさんじゃないか。新しい捨て場所、交番濃厚です。落とし物として交番に届けるとは、なかなかの作詞ね、この少女ちゃん。はい、交番追加です。捨てれる場所も、結構増えてきたな。これで9回目、あっという間だな、やっぱ好きです。このアプリ、お人形ちゃんお帰りー。この顔面酒買ったの？おお、これは呪い強そうですな。なかなかにおぞましい姿に。ダメですな、警察も、しっかり落とし物管理しとかなきゃじゃない、ったく。そして交番から戻ったお人形ちゃん、お土産も持ってきたっぽいけども。イヤリング、これも絶対誰かの落とし物だろ、持ち主かわいそう。指名手配書まで。それじゃあここで、日記が全30ページ、90ページ目まで解放とキリが良いので。最後に復習がてら、前作のオープニング見て終わります。こちら。
さっきも言及したけども、前作では少女が望んでやってきたお人形。なんか知らないけど絵にあった今作とはかなり違うわね。ただ一緒なのはやはり、飽きちゃって遊ばなくなって雑に扱うようになっちゃった点。まあ新しいお人形もな、絶対にそのうち遊ばなくなるんだろうけども。やっぱこう見るとめちゃ美人さん。捨てちゃうんですね、はい悲劇の始まり。ちなみに前作は470回ただいましました、しんどかったぜ。はい。ってことで本日はまさかまさかの嬉しすぎた続編。444回目のただいま新作、遊んでみました、やっぱ面白い。今作もいろいろコンプリート、やり尽くす予定なのでね。また次回の更新、お楽しみにー。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。